はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ゆたか TV の時間です。今日はですね、関西の方からお届けしたいと思うんですけども、昨日はね、富山グラウジーズホームゲームのね、冠をやらせていただきまして、イベントがそういうことにね、ハーフタイムにはね、ストレッチの教室みたいなことをしましたね。はい、しました。はい、しました。まあ、ちょっとね、本当にこう一瞬だったので、分かりにくかった方もいるかなと思って、今日はそのリベンジをね、しようかと思うんですけども、はい、どうでしょうか。はい。やるんですよ。やるんですよ。はい。バックの音楽はないですけど。なしで今日は。そうもいませんけど。一般ね、こうみたいな。はい。はい。肩こりのね、首の体操というか、それ一つだけちょっとやろうと思うんですけども、ちょっと皆さんね、首を前後に動かしてみてください。動かしてみる。それで、あと肩含めて、ちょっと皆さんもね、一緒にやってもらったらいいかなと思います。こうやって動かしてみて、この重さを分かってくださいね。で、首が動かない人だったら、ちょっとどこまで動くかなっていうのを見ておいてもらったらいいと思います。そして、まずね、この骨っていうか、この鎖骨ですね。この鎖骨をこうなるべくこうやって含めて、こう持ってほしいんですね。掴んでほしいんです。ちょっと痛いんですけども、ぐっと掴みます。こうやってね。掴みます。で、掴んだ状態で、体を左右にねじります。結構痛いですよ、グッと。掴んだ状態で。そうそう。で、これなんで掴まなきゃいけないかというと、例えばですね、こういうタオルでもね、タオルでも伸ばそうと思ったときに、よいしょ。ちょっと先生、そっち持ってくださいね。例えばこれ筋肉だとしたときに、あ、下ろしてくださいね。普通に引っ張ったとしたらこうなっちゃうわけですね。はい、じゃあそこを持ってくださいね。どこかに視点を置いて引っ張ってあげるとこうやってストレッチされるわけですよ。それ離しちゃうとストレッチされないわけですよ。わかります？はい、もう一回持って。で、視点をそこを押さえて伸ばすとストレッチされる。まあこういう単純なね、ことなんですけども、まあ、この骨を押さえて視点として、この筋肉って必ず骨にくっついてますから、これを視点として動かす。はい、動かしてください。こうやってね。まあ、動かし方はね、まあ、どうでもいいんですけども、基本的にこうねじる、ひねるね、ねじってもらって、この状態でこうぐーっと肩をすくめて、ストンと落として、すくめて、ストンと落とします。で、首も前後にこうやって動かしてみてくださいね。痛い人はね、無理せずに動かしてみてください。ね、鎖骨を押さえてストレッチをしていきます。まあ、骨を押さえながらストレッチをするというのがね、一つのコツになります。はい。で、手を離してください。で、もう一度首を動かしてみてくださいね。で、肩をすくめてみてください。どうですか？さっきよりなんか、スッと軽いですね。すごく軽いです。軽いですね。これをね、やりたかったですね。そうですね。いや、まあ頑張りましたね。はい。そうです。そういうこともあります。そういうこともあります。はい。ということでね、また来年リベンジしたいと思いますので、よろしくお願いします。軽くなりましたか？なりました。はい、皆さんもね、こんな感じでどこか視点を置いて、まあ、手首だったら手首で視点を置いてストレッチをしてあげるっていうような、ね、そんな方法でやってみると、体が軽くなりますので、ぜひお試しください。はい、じゃあ今日はね、感染からお届けしました。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。